はい、一番最初に乗せてもらった時より時のような、バランスの乱れもなく本当にスムーズに、いろんなことをこなしてくれましたし、状態よくここまで来れてるなというのを実感できました。そうですね、まあ、正直あんまりまだ考えてなかったですけど、まあ、いつも通りこの馬のリズムを大事にしながら、いい形で、競馬を運んでいけさえすれば、上もいいですので普通に走れると思いますから、なので普通に走りさえすればと思ってます。そうですね、札幌記念を経てアメリカの方へまず旅立ちますので、その前哨戦として